い、ドキドキするチャンネルです。おお、いや、今シーバス入った。今足元にシーバスがいた。癒しのシーバス超高にやってまいりました。最近だいぶ調子いいみたいですよ。300日先生がね、連日好調感を上げていらっしゃいます。ヒラメもいいんですけど、シーバスもいい時期なんで来ました。で、やっぱね、いろいろやり合ってるとね、満潮前後がいいんじゃないかという分析が出たんで、満潮前後にちょっとね、水のある状態で打ってみようかなと思ってます。サイズも上がってきてるっぽいですよ。トップからいきますか。今日満潮がこの後夕方5時半とか6時ぐらい、今3時半ですね。頑張ります。トップで1本ぐらい取れたらな、季節的にもいいよね。ポッキーから、ちっちゃいポッキーね。トップは無理でも他のルアーで一匹キャッチを目指します。それじゃあよろしくお願いします。ハクも成長したな。もう2センチとかあるんじゃない？ 3 センチ近くあるかな。ついて夕間詰めに一発ぐらいチャンスがあるんじゃなかろうかと思っております。でもルアー、ハマるルアーが絶対あるはずなんで、それ見つけたいな。えい、切れそう、切られちゃいそうだな。えいっぽいなこいつ。あげた、釣れかな。やばいかも。ストラクチャーだらけなのよ。止まらねえ。あー、切れた。エイかハクレンかってとこだろうね。シーバスはさすがにあそこまで、釣れでもあそこまで行かないっしょ。四時を回りました。ちょこっとずつ 水が上がってきました。満潮へ向かっております。あの謎の巨大魚のラインブレイク以降何もありません。何のかかっちゃったっけ。酔いでねえな。なかなくないものは、ハクレンかコイかエイ、この3つのどれかの釣れだと思う。手前でかかったんですよ、このテトラの際っていうか、その辺でなんかいたんじゃないかな。本命カモン。俺昨日70だか、うん、まあ昨日だっけ、ここですもん。あ、そこで食ったんですか。ここで、あ、家賃で投げてたんですか。もう斜め投げで、こういう感じでスライドしながら来た。ほんとまで食って、あーってして、あれ太かったっすね。太かった。ねえ、素晴らしい。たまらず今日切っちゃいましたよ。昨日来れなかったから。本当で、あれこれ落下いったかなと思ったら、長さはね73ぐらいで、うん。いい魚でしたね。最高のなんか体すげえ。連日。で、こんな感じ、もうそんくらいのが出てきて、俺が来た時にスーって出てた。あれか。昨日だから。うん、うじゃうじゃい。さっきも言いました。このぐらいのが、うん、メラ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 やってて。食ってるんですね、多分ね。もう今いなくなっちゃったけど。ハクはみんな大体この辺にいるんで。田子なのかな、ボランなのかな、に。思うんですよ。ジュク選手は。レジェンド先生。
談笑しました。風が邪魔だな。はぁ、あと GoPro ビデオスタート。なんだこれ。お、シーバスだ。シーバスくん。なんだこれってボラかと思ったらシーバスだった。ボラみたいなサイズのシーバスです。チー。せめて40センチぐらい釣りだよね。あれじゃボラと一緒だっぺよ。魚が入ってきた、やる気が上がってきたかもしれないから引き続き頑張ろう。あーまた外れた。生後の群れが入っちゃってるかもしれない。今も当たったけど外れだね。当たればいいんだけどガツッと。風収まった一瞬だけ。チャンスタイム。GoPro ビデオスタート。 GoPro ビデオスタート。やっと地味だった。おぎ入れたらこれは40から50くらいはあると思うよ。さっきのよりはサイズあるな。よしよしよし。トラがきつめだからね。よし出ました。60くらいあるかな。ああ65くらいあった。なんとか明るいうちに1本、明るいうちに1本出ます。クリスタルサリー65くらいかな。いきます。お願いします。ありがとうね。思ったより良かった。はい、元気元気。こいつでしたね、クリスタルサリー。ちょっと遠かったですね。着水して巻き出しでゴンと出てくれました。この時間だな、やっぱり風が入ってきてりゃいいですけどね。バイブレーションだな、やっぱり。魚の数はね、三百人先生と話してた通り、多分メッサ入ってるんで、今全体でね、川全体で多いんで、チャンスはあるでしょう。サイズもね、思ったよりあったな。GoPro ビデオスタート。 GoPro ビデオスタート。 GoPro ビデオスタート。ふう、これもまあもうエラー台。なんかもう上でスライディングしちゃってる。よいしょ、ジャンプ。フラットフラット反応ねえね。なんだろう、色なのかスピード感なのか。あのやつがいいんだね。クリーン銀みたいな。ベンジなのか。また戻してみるか。もうまだなんかメラメラやってるか。なんか回遊してきたのはバーって食った感じかな。
下げ始めなんでも反応があったのは水位の量からして、下げ始めにねバババって釣れたんだけど、うん、そんな話をしてたらまた来たぞ、まだチャンスはあったようです。サイズダウンですが、まだいたね。まだいました。元気いっぱい。短い地合い、大潮の短い地合いをなんとか潮位とにらめっこで300日先生にアドバイスをもらいつつ、短い地合いをなんとか掴むことができました。ヒットルアーはクリスタルサリーとタイドバイブ、他の新編系ではちょっとね結果出せませんでしたね。はい、そんなところでまだ今日はこんなところで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。